どうも皆さんこんばんは、くんひろです。さあ、ついにソードアートオンラインインテグラルファクターがリリースされまして、まあ初日なんですけども、メンテメンテでいろいろありましたけども、まあちょっと生放送やってみました。で、それのダイジェストみたいな感じです。まあ一応生放送のね、本編もあるんですけども、下の説明欄に載せておきますので、よかったら興味があったら見てください。まあ一応面白いとこをかいつまんで見た感じです。では、どうぞ。あれで、歩く自発見にする。ちょっと待って、マジかよ。自発筋はつけれるのか、待って逆に言うとさ、まあ歩く、自発筋って普通につけよう。はい、自発筋ってつけて、これが普通につけれるのかどうか。おぉバンザムさん、俺プレイすること分かってたのにこれダメっていうの、もしかして自発筋がダメなんじゃねえか。え、自発筋っていう単語自体ダメなんじゃねえか。ほら、みそっかつ言ったみ、歩く、いや俺は意地も譲らねえぞ。18、金を分けれねえかな。あ、金、そうか、金にしよう、こっちにしよう。きたーきたー、あーめんだよあーめんだよ。よし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 、オッケーオッケー、これで俺満足だ今んとこな。え、ミキさんちょっと、ミキさんはもう俺妄想できねえじゃんこのこと。いや、ちょっと待って、ミキさんの名前を可愛くしよう。カズコあー、カズコはきついな。まあミキが定番だよな。うん、カタカナでミキはいいかもしんないな。ミキさんリスペクトとしてミキ、ちょっと待って、今ミネミナさんより出てきた、やべえ、ちょっと待って、これめちゃめちゃ感じじゃない。あの、歩く自発筋さんさえ良ければ私と友達になってほしいな。大丈夫か、こんな俺と友達になっても。あ、出やがったな俺のお株を奪うこの人物、うん、出たやーべえ、こんな格好だったらそりゃな、最初。いやー暗いよ、おい、なんかあったのかやべえ、なんかイケメンなのか微妙だよな、かなり微妙だよな。あ、ミキ、歩く自発筋になったから失礼だなお前俺のスカート、お、パッチはいけんじゃねえか、出したらスカート短くない、あー消えるのかよ、消えなくていいよ、俺もう石でも見てやんねんから、これ今見えねえようになってるわこれマジで。おお、来るか、出ました出ました、音かっこよ、プレイ、え、みんな見た目が、ちょっと待って、やっぱミキさん変わってねえじゃん、よかったー、ミキさんの子出てこなくて、嘘だろバイバイキーン、あ、出たおい、ちゃんと出やがった、もしかしたら来るかな、ネカマって思ったけど本当に出やがったな。あれちょっと、あ、おいちょっと、まあそうだよな、おお来たー、音でっけ、音でっかあー、赤ってことはダメなんじゃない、なんか金でしょやっぱり。リーズの星さんごめん笑っちゃったわまたお前かい、ちょっと何この微妙なラインナップ、え、すげえ不服なんだけどえ、なんでそこお前ちょっとまあいいけなんでやそうやって言ってほしいのか。このリーファ可愛いよな、なんかおっぱいでかいし、今出ない、え、マジ言ってるそれ、お、きたー、こういうことね、結構テンポ早いんだね、うわー切れたちょっと待って、今出ちゃったもう一体出ろ、じゃあリーファ出ろ、はい、ボイーボイーボイー、青かい青かい、もうわかるわこの流れで、お前かいちょっともうクラインがもうネタにしか見えなくなってきちゃった、やべえ。